はい、どうも、こんにちは。沖縄、おばばでございます。えー、まあ、なんというかね、えー、これね、まあ、まあ、結構、外交問題に発展するんではないかというような事案が、はい、えー、まあ、ヤフーニュースに載っておりました。今ね、あの、外国、あの、わかると思うんですけど、 円安ドル高でね、えー、海外稼げるんですよ。はい。しかし、しかしですよ。海外も景気がいいとは言えません。これ言っておきます。海外も景気がいいとは言えないんですよ。アメリカなんかレイオフの嵐なんですね。で、 えー、まあね、えー、稼げてる一部のね、日本の方が、あ見て、海外行ってね、こんなに稼いできました。1000万円稼いじゃったよみたいなね、ことを、まあ、ブログとか SNS で発信するわけですよ。そうするとね、えー、まあ、なんていうのかな、考えない日本の方。はい。何も考えない日本の方。をいいじゃん。 じゃあ、やっちゃおうとか言って、ワーホリなんかに申請して行っちゃうわけですよね。はい。えー、その稼いでる方がどういったことで稼いでるのかよく調べもしせず行っちゃうんですよ。その結果どういうことになってるか。大変なことが起きています。はい。オーストラリアとかにワーホリに出かけた日本人が とんでもないことになる例が続出しているという。<laughs> はい。もう本当考えてくださいね。留学だったらいいんですよ。ワーホリはね、やめた方がいいです。はい。留学だったら。はい。えー、まあ、こういうことなんですね。はい。えー、実はワーホリで、は、あの、稼いでる方々は、はい。業種があります。つまり、介護の資格を持っている。 はい。えー、純看護師とかね、看護師の資格持ってたりする人たち。はい。あとは特殊な技術ですね。はい。金属の加工するね、技術とか、そういうものを持ってる人たちが稼いでるんですよ。なんで、何の技術も持ってない方。はい。 若いからといって、えー、英語もできないのにね、ワーホリ、オーストラリアあたりにワーホリに行くのはやめましょう。これがもうね、留学先が決まってて、オーストラリアのね、えー、言語学校でお勉強するんだっていうことで行くんだったらいいですけど、おまあ、言語学校っていう、まあ、大学不属ですね。 はい、あのー、留学ビザが一番です。はい、留学ビザが。はい、ワーホリだと、アルバイトだとね、えー、現地の人でも今切られている状況です。欧米。これアメリカの例を言っちゃうと、あれなんですけど、まあ、アメちゃんですね。アメちゃんでも今アルバイト切られてます。ファーストフードとかの。 はい。どうしてか。AI 化が進んでいるからです。あだから、もうね、え現地の英語,語英語をね、母国語とするような人たちも、えー、もう、あの、レイオフされてるんですよ。はい。仕事がないんですよ。わかりますそういうところで、えー、まあ、言語もね、六すっぽできないのに働けるかっていうと、 無理ですね。はい。無理です。何か特殊なね、はい、えー、技能を持っている方だったら稼げます。言っておきます。はい。特殊な資格や特殊な技能ですね。え、特に介護とか、まあ,あ、医療関係の資格なんか持ってたらかなり稼げると思いますよ。でももしそういう資格がないのに行こうとしてるんだったらやめた方がいいです。 え私もね、若い頃台湾で、まあこれ大学付属の学校ですけど、大学付属のねえ、言語学校ですけど、こちらの方に通ってね、アルバイトしながら生活しておりました。まあ保育園のね、えー、なんていうかな、あほぼさんみたいなこともやってましたし、まあ大体、あのー、なんていうのかな、個人で、えー、まあ、 あ日本語をね、えー、ちょっとお会話の練習とかそういう、えー、のをおまあアルバイトとしてやってましたはい、えー、企業の人とかね日本語使う人とか、はいえー、そういう方向けにね、えー、日本語を教えるということはアルバイトとしてやってましたけど中国語できましたからはい私高校の時から勉強してました中国語。 はい。えー、なんで、えー、これね、言葉ができないのに、アルバイトで行ってっていうのはやめた方がいいです。はい。えー、各言う、私も台湾に留学する2年ぐらい前から勉強していて、初歩的な中国語は、 できてました。なんで、えー、まあ、言語学校ですね、えー、にいい、まあ、入学した時も、えー、最初の段階からはあ、勉強しませんでした。できてたんで。まあ、テストがあるんですよ、最初に。えー、なんで、このテストを受けて、まあまあ、まあ、中級ぐらいの段階から私はあ、学校に行ったんでね。はい。えー、なんで、えー、まあ、現地の言葉もできず、 金儲けっていうことで行くのはやめた方がよろしゅうございます。はい。今大変なことになってます、これで。えー、いわゆるね、えー、そういった軽い気持ちで、えー、何も資格がないのに、しかも言葉もできないのに行ってね、えー、まあ,あ、アルバイトにありつけたのはいいけど、シフトを減らされてね、 えー、シフトの調整も英語で交渉できないと。まあ日本人交渉下手ですからね。はい。わかりますえー、この点も、まあ、ね、えー、ダメな点ですよね。 はいえ。ダメなところをね、しっかりと見つめ直さないと良くはなりません。はいえ。交渉できず。はい。英語で交渉できず。しかもね、もうね、えー、家も追い出されて、どうしよう、どうしよう、日本に帰りたいんだけど、お金もないよ、ということになっている日本人が増えてるそうです。はい。増えてるそうです。いい恥さらしです。はい。いい恥さらしです。 なんでもし本当にあの何、ー、て言うのかな外で何か学びたいんだったらそれなりの資格を身につけるかね稼ぎたいんだったらねそれなりの資格を身につけるかもしくは現地の言葉が、まあ、ある程度できてね困らないぐらいにできる。 まあ、初歩的な会話だったら全然困りませんよっていうぐらいの言語能力を身につけてからでなければ行くのはやめた方がいいです。私も、えー、変な話なんですけど、おまあ、台湾に行く前ですね、2年ぐらい勉強してました。中国語。はい。で、初歩的な会話はあ全然問題なくできました。はい。 えー、そういうふうな準備があっていくんであってね、えー、お分かりになりますよね、これね。出、えー、ないと、まあ大変なことになりますよ。ひっちゃかめっちゃかになってしまいます、人生が。なんでね、ほんと気をつけた方がいいですよ、これ。 まあ,あ、一番いいのはね、医療、医療関係の資格だったら、まあ今、医療従事者もね、世界的に減ってるんで、まあすぐ雇ってもらえるでしょう。はい。まあ、そういうことですね。でも私はお勧めしませんけどね、オーストラリアとかね。今だったら、まあ台湾に行くのも私はあんまりお勧めし、しません。はい。えー、死鋭ひどいです。 はい、えー、一言、支援がひどいでございます。まあ、日本でも同じような状況なんですけどね。はい。日本でも同じように CA ひどいんですけど、はい。え、タイ、タイ、タイのワンワンもね、えー、ワンワンのタイ、タイも、あのー、一時期ね、強要してましたから、あのー、なんていうのかな。ああ、出勤する人たちにね、会社勤めの人たちに、はい。強要してましたから。80ぐらいいってますね。 はい、日本と同じぐらいです、はいえー。オーストラリアなんかもっとひどかったですからね、えー。まあ知ってる人は知ってると思いますけど。まあそういう状況なんで私は今の時期海外に行くのはね、賢明ではないと思います。はい。賢明ではないと思います。でもね、まあ大学行って勉強するとかね、えー、そういうんだったらいいと思いますけどね。 えー、お金儲けするんだとかじゃなくて、大学行ってきちんとね、えー、自分のやりたい勉強をするっていうんだったら、私はいいと思います。はい。まあでもほんと、知はひどいと思いますよ。はい。そういう状況ですから。あなんで、賢明な皆さんはね、まあ、あまあ、ちょっと2年ぐらい我慢した方がいいんじゃないでしょうかね。 えー、そういうことでございます。出ないと、えー、せっかくね、あの、なんていうのかな、日本に、向こうに行ってね、人、えー、儲けするぞって言って日本に出たのはいいんだけど、挙句の果てが、帰りの飛行機代もなくなって、路頭に迷うという日本人。はい。えー、いい恥さらしです。本当にいい恥さらしです。そのようにならないように、まあね、 えー、まあ、このチャンネル聞いてる人はならないと思いますけど、はい。まあ、そういうことでございます。はい。えー、ほんとね、もう、なんて言うのかな。浅い人が増えてますよね。浅い人が。調べないで行っちゃうんですよ。 その国の経済業状況とか、その国がね、今景気いいのか悪いのかとかね、きちんと調べないで行っちゃうんですよ。日本語で調べても出てきませんからね、こういうのは。はい。えー、まあ、英語圏に行くんだったら、英語でね、えー、その国のじゅ状況がどういう状況なのか、地域によってどのくらい格差があるのかとか、そういうことをね、えー、よく、よく調べてからです。 で、えー、ワーホリの場合は、資格を持っているのと資格を持っていないのとでは、運での差がありますので、ワーホリはね、資格がある場合に限り、<laughs> まあ限った方がいいと思いますよ。今、それでなくても、普通の地元の人たち、いわゆる欧米のね、えー、かなり景気悪いんで、レイオフされてます。そういう中で普通の仕事に就こうと思っても、 難しいです。まあ、お分かりになりますよね、この辺もね。なんで、えー、まあね、まあ、やめといた方がいいと思いますよ。今の時期あの、オーストラリアにワーホリーとかね、ニュージーランドにワーホリーとかね、えー、やめといた方がよろしいと思いますよ。はい。 まあ、よっぽど言語ができてね、交渉できる能力も高い、高かったりとか、えー、まあね、あの、大学に行って学びたいことがあるっていうんだったら別ですけどね。はい。まあ、支援もひどいと思いますよ。はい。あの国もすごかったでしょう。皆さん知ってるでしょう。はい。まあ、そういうことなんでね、お勧めいたしません。はい。 まあ唯一例外は大学に通って勉強をすると学位を取るっていうんだったらまあ言ってもいいと思います。はい、えー。そういうことです。まあその場合はね、やっぱりあの授業をその国の言葉で受けられるぐらいの言語力があるのはまあ最低基本ですよね。はい。最低基本だと思います。なんで、えー、まあ、あ 頑張りましょう。そういった海外行きたい方は、まあ、頑張って身につけましょう。外国語そんなに難しくないですよ。はい、難しくないです。はい。えー まあ、行けばね、まあ、身につくっていうのもあるんですけど、私はその前から大学、まあ、あ台湾にね、行く前から、勉強してましたから、2年ぐらいね。はい、えー。基本的な会話できるようになってました。はい。えー、なんで、普通に、えー、頑張って勉強すればできるようになりますので、まず、まず基本が、海外に行きたい方、言語を身につけましょう。はい。出ないととんでもない目に遭います。はい。 そういうことでございます。まあ本当、あのー、そんな難しくないんですよ。あのー、私、まあ台湾からも戻っても、 何て言うのかな変な話なんですけど、35年ぐらい経つんですけどね。でも、えー、中国語の資格取ったの HSK ですね。まあ、資格取ったのごく最近なんですよ。5年ぐらい前ですね、えー。その頃の一番上の6級が一番上だったんですけど、6級取りました。はい。えー、まあ、忘れちゃってて覚えてなかったんですけど、ほぼほぼね、使わなかったんで。えー、自分で、えー、まあ、何て言うのかな。 あ勉強しました。はい。えー、字幕なしでね、まあドラマを見たりとか、YouTube のね、中国語のドラマ見たりとか、まあ、ああ、本で学習し直したりとか、まあいろいろやりました。はい。えー、1年ぐらい勉強したかな。で、えー、一番上、受かりました。はい、えー。そういうことなんで、本気でやろうと思えば受かるんですよ。で、あの、言語難しくないです。はい。 えー、特に英語なんかはね、日本人も最低で6年間は習ってるでしょ最低でね、中学、高校と6年間はやってるんですよ。なんで、えー、もう本当、あの、中学英語ぐらい、まあね、えー、普通に使えるようになれば苦労しないはずなんですけどね。えー、みんな忘れてますよね。はい。 えそういうことでございます。まあ、こちらの記事も貼っておきます。本当にね、日本のいい恥さらしにならないように、まあ,あ、外国に行きたいという方は、よくよ読まれてくださいね。まあ、そういう方はね、もしかしたらいないかもしれませんけど。 はい。まあ、そういうことでございます。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。はい。ちょっと軽めの悪い話題でしたけどね。えー、ちなみにこちらはあ、今月のフェリシモの定期便で届いたものです。はい、えー。タオルハンカチですね。これもあと1ヶ月か2ヶ月ぐらいで終わりになります。はい。あと、お,お紅茶です。はい。お紅茶。これはね、えー、 備備蓄蓄用用でございい、ます。はい、備蓄用の茶。あと靴下が2足です。これも備蓄です。それではまたごきげんよう沖縄おばばでございました。